おはようございます。ワードです。2017年11月の9日、10時50分です。よろしくお願いします。ゲーム配信やろうと思ったんだけど、スーパーファミコンの配線がね、なんかおかしくなっちゃって、できなくなっちゃった。いろいろセッティングやったんだけど、無理だったわ。おはようございます。テレゾンビに写真送んないと。はい、ワード2、プーさん、風船10個ありがとう。おはようございます。おはよう。指。おはよう。って何？あ、五右衛門がね、なんかスーファミがバグっちゃってダメだったわ。寝てないよ。コボチンおはよう。バカありがとう。いや、全然いいよ。俺、長時間枠だから。みんなのね、空いてる時に見てくれたら嬉しいから。ありがとう。五右衛門ダメだったね。なんかスーファミがぶっ壊れた。多分配線の断線だと思う。ダメになっちゃったんだよね。うん。まあしょうがないよね。最近稼げてる。まあ、ぼちぼちって感じかな。ぼちぼちだね。ぼちぼち。そんな、がっつり稼いでるってわけじゃないね。やっぱり、一番稼げてたのは何月ぐらいだろうな。結構前だと思うよ。そんなでもないかな、最近。ぼちぼちですね。人増えたよね。だから分散した感じだよね、リスナーさんが。うん。え？ TCP に行ったんだよ、みんな。みんな TCP に行くんだよ。
配信見てたら彼氏に怒られるの？なんで？そうだね、オレンジっぽくなってきちゃってるから、そろそろ染め直さないとな。確かに。最近配信者増えたっつうか、ニコ生から流れてきてるよね。もうニコ生とふわっちやるのが普通みたいな、ニコ生の配信者。11日、あ、フットサル来んの？あ、了解っす。よろしくお願いします。つばにゃ。え？のんちゃんも行く？行かない？あ、そっか。え、なに？空気銃？メンツにツバニャいるって聞いてないね、俺は。俺がテルから聞いてるのは。ちょっと待って、メンツにツバニャ入ってたっけな。聞いてなかったね。よろしくです。目が疲れるから長時間。のんちゃんおいで、空気銃はやめて、だって。メンツに、あ、入ってたわ。入ってた。ごめん、俺が確認ミスってただけだ。新やっちょ、デルチャンピンとか書いてあるわ、全部。あれはね、ほんと死ねよ。あれはほんと死ねるからダメよ。パルパルと今仲悪いの。あれは人によったらダメね。サバゲーの時だけ。え、パルパルと付き合ってんの？へえ。つばにゃんが。絶対台本だよね。絶対台本なんだけ5万円やそれ。ど。え？5万円。多分あれでしょう。5万円の。5万円コース。5万円払ったんでしょパルパルの5万円コース。今付き合ってんだ。知らなかった。初耳だわ、初耳。全く知らんかった。魔性の女だから。風船ありがとう。今日夜9時からか、12時くらいまで配信やって一旦寝て、それでスパーリング行こうかな。だから24時間寝てたから、全然体が起きちゃってるんだよね。脳が冴えてる。逆に肩凝ったり腰痛くなったり。おお、肩凝るとかはなくなったかな。ニコ生やってた時はガッチガチに凝ってたけどね、ストレスで。ひどかったよ、ちょっと。
最近ね、運動ばっかりしてるよね、みんなね。なんだろうね。だいぶ調子いいね。使って舐めしていかないとね。いい感じだね。よくできてるよな。すげえよな。日本のモデルガンすごいよね。スライドは硬かったので油を刺してもらった感じかな。重たい。これはグロックより重たいね。かなり重たいよ。実銃ぐらい多分あると思うよ。ずっしりくるね。そんなに吸ってたの、体に悪くなるよそれ。重量いいよね。ガスガンだけどしっくりくるよね、重さが。多分実銃に近づけてあるんだろうけど、がっつり重たいよ。反動もすごいあるし、ガスガンはいいっすよ。シューティングレンジ行って練習したいけどね。スライドは全然油さしてもらったから大丈夫だね。PUBG ってなんだろう。PUBG。昔グアムで実銃撃ったことあるんですけど、思ってるより反動あってびっくりしました。だってあれだもんね、なんだマグナムとかって反動で吹っ飛ぶっていうもんね。尻もつくっていうもんね。とんでもない威力なんだよね。すごいよね。金よこせって脅されたのはいい思い出すげえな。そう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 、だ女の子用の銃とかがあるぐらいだからね。今日は忙しくなるぞ。あ、そうなんだ。チームで組んでやるサバゲーなんだ、のゲーム。
どうなんだろうね。ゲームとは全然やっぱりスポーツだから違うとは思うけどね。ただ、ポジションの取り方が上手くないとダメなの。やってみて思ったのが、どこにダッシュして、どのポジション取るかっていうのがあるのね。部屋の中で。で、そこのポジション取ると優位になるとかあるから、そういうのは上手くなんじゃないの。あと、ここにあいついるだろうな、みたいな勘があるじゃん。そういうのはやるけど、思ってたよりもなんつうんだろう、運動だから、ひたすら。運動神経いい人の方が有利だとは思うよ。圧倒的に。あ、そう。もうここにいるなって。そうそう、ポジションの取り方が重要なのと、もうあと野生の顔も本当重要だね。結構その前に進むのも大事なんだけど、前に進みすぎても打たれるだけだから、チームプレーの連携がすごい重要かもしれない。誰がどの役割をして、誰がバックアップするのかとか、もう本当にひたすら連携だと思うね。で、なんか異常になんか殺傷能力の高いやつっているの、チームで優秀なプレイヤーっていうの。全然殺されないで、なんつうんだろう、うまいのよ。とにかく顔ちょっとこうやって出したりとか、すごかったよ。うまい人は本当うまい。パッ構あ、そう。でもやっぱゲームはゲームって感じだよね。隠れてるだけなんだけど、この0.4秒でこうやって、確認して、やるっていうか。で、ずっとこうやって体出してるやつっていうのはダメだよね。的だよ。打ち終わり狙われるから。隠れてるだけじゃダメなんだよね。いや、場所は移動しないかな。そんなに移動しなかったね。移動するとやっぱ打たれるから、壁にずっと潜んでるっていうか、で、倒したら進むみたいな感じだった。頻繁に動いてるとやられちゃうんだよね、やっぱ。結構自分のポジション取ったら、そこから前に進むって感じではなかったね。てか、そんな、弾が飛び交ってるから移動できない。なかなか難しい。奥が深かったね、すごい。なんで？なんか多分ゲームとは多分違うだろうなって感じだね。性格出ますね。性格めちゃめちゃ出ますね。出る。めちゃくちゃ出ます。
俺突進型だね。俺はもうバンバン中に切り込んでいく。1キルしたかったから、ガンガン突っ込んでくるね。突っ込んでいったね。で、フラッグ2回取ったかな。フラッグ戦は。超気持ちよかったよ。あ、そう。いや、フラクはすごいねって、2回も、初心者で2回も取ったのすごいって言われたよ。すげえ絶賛された。才能あるよって。鳴らした時超気持ちよかったけどね。早くやりたいな。またフィールドに行きたいよ早く。ルサルクは本当に外人だった。いや、だって突かけたじゃん。ロシアって、とつかけたよ、俺。ルサルクさん、さっき電話で話してたんだよ。本当に外人だよ。外人っつうか、ハーフだね。ハーフ。うん。あ、今度、便所さんの枠で大花火爆投げしてるわ。謎。だね。うん。便所さんのところにいるね。あ、頑張るよ、達彦。ありがとう。スパー。頑張ります。ヒカルくんの枠でやるから。もしよかったらみんな見てください。頑張りますぜ。ヒカルくん、今日のメンツは、ドレッシン、ワド、ヒカルくん、パルパル、テルチャンピン、シュマジロー、ミヤビくんだから7人だね。結構多いね。誰のカードが見たいの？俺誰とスパーリングやればいい？パルパルとちょっとやってみたいかな。パルパルどうなんだろう。テルはもうやってる。ヒカルくんもやってる。みやびくんと多分やることになるだろうな。スーパーマンパンチ実は使ったよこの前。あのドレさん身長高いから、スーパーマンフック、達彦の技思い出して、届かないからジャンピングフックやったよ。シュマジロー何しに来んの？いや、わかんない。いや、スパーリングやりに行くんでしょ。うん、シュマジロー嫌いなの？バレーに。シュマジロー全然絡みないんだよな、俺。実はうまいかも。実は、まあ、運動神経良さそうな顔はしてるよね。うん。なんか背高そうだよ。背高いでしょ、多分。あ、そうだ、アマゾンであれ再販したかな。俺が欲しいグローブ品切れになっちゃってたんだよね。買っとけばよかったよ。品切れはきついぜ。在庫切れだ。あ、シュマジロ嫌いじゃない、大丈夫。うん、いや、あの馬って言ってたから嫌いな方かなと。まあ褒め言葉なんだ。
初見さんいらっしゃい。ああ、岩子さんありがとうございます。鮫島さんがチームジョーズっていうサバゲーチームをやっていて、そこのサブリーダーやってます。よろしくお願いします。ありがとう。ゆわんこさんはサバゲー歴とか長いんですか？今メンバー募集してたり参加者募集してるんで、もしよかったらぜひやりましょう。東京で活動してます。東京とか千葉とか神奈川とか。まだ初心者のチームなんですけど、本格的に盛り上げていこうって頑張ってるんで、応援してください。もしよかったらフォローしてください。お、来たか。あ、来た。はーい。なんと来たよ。来たよー。おー、ペコの。来た来た来た、これ。来たこれ。下の箱は？え？下の箱。下の箱はなんだっけ？あれだよ。グローブ？グローブじゃなくてスーツ、ボディースーツ。のんちゃん、じゃあこれ作りな。はい、ペコのやつですね。あ、関西でやってるんですね。これがペコの鳥かごです。はい、ペコ用のんちゃん作りな。はい、早く取れと、早くして。これは俺のサバゲー用のやつなんだ。じゃあ秘密兵器見せちゃうか。本当はサバゲー用のグッズじゃないんだけど、サバゲーでこれつけようと思って買ったんですよ。鮫島さん、なんていうかな、コスプレね。今マスクも作ってるでしょ。これこれ、来たよ。これ来た。サバゲー用です。本当はこれサバゲーのグッズじゃないんだけど、いいね、いいね、いいじゃん。かっこいい、かっこいいぞ。やっぱり俺の目に狂いはなかったな。いや、かっこいいでしょ。サバゲーこれで行こうと思って。
かかったかな。いいでしょ。どうよ。これ3000円ぐらい。戦隊ヒーローってまた言われたよ。それ見た目から入るタイプだから。来たよ。はいはい、バカさんこありがとう。これ本当はバイク用のやつなのね。バイクのレーサーとかが使うやつ。あのインナーだね。あ、フォローありがとう。ガンツみたいでいいでしょ。来た来た、これ楽しみにしてたんだよ。いや、編み込んだ部分に当たったら痛いよ。あ、この下にパーカー着るけどね。見た目から入らないとやっぱり。よいしょ。目立つっていう。目立つな。目立つね。見た目で威嚇。っていうか、まあ的になるだけだなこれ。そうそう、トロンのキャラクターとかそういう攻殻機動隊とかそういう特殊部隊系が好きだから、これはこれでいい。これで P90 似合うと思わない。目立っちゃいけないのに目立つからっていう、そこが俺のね、可愛いところだよ。ワドちゃん、ワドタンキャワワだよ。うん、ワドタンキャワワ。超プリッチ。いいね。来た来た。いいじゃん。マッドマックス、そうそう。マッドマックスとかね、コスプレ用の衣装です。僕のこれはもう完全に見た目オンリーだね。機能性度外視。いいじゃん。思ってたよりサイズでかかったな。でも良くない？正直かっこいい。中二心くすぐるでしょ。これは中学2年生はワドさんってなるでしょ。おはよう。いや、防御力はあの普通に私服の人もいるぐらいだから大丈夫だよ。防御力に基準はない。要はフェイスガードがしっかりしてればいける。だんだんできてきたな。鮫島さんなんて言うだろう。いいじゃんって言ってくれるかな。それ買うならこっちもいい。あ、URL 切れちゃってるね、長すぎて。
やる気あんのっていうか、鮫島さん結構ファッションはそんなに言ってこないよ。あのうるさくないよ。自由にやっていいっていうチーム上手は。ダメ？で、マスクを今手作りで作ってんだけど、マスク見る？手作りの。いや、最初叩く系だね。最初に褒めるんじゃなくて最初に叩くよ。叩いて、いや、ヤクザと同じやり方、飴とムチだよ。まずは叩く。その後優しくする。で、この装備にこれですよ。自作中のこれ、このお面を今この下の部分しか作ってないけど、これでこれできたらもうわけわかんないでしょ。なんだあいつってなるでしょ。これでこれできたらやべえやつ来たってなるでしょ。こんな感じで、サバゲーじゃないよね多分ね。あいつ何、もうネットゲーの世界でしょ。超かっこいいでしょ、うん、あいつの装備なんかおかしいっていう。そう、これ今作ってる最中、うん、仮装普通なんだ、うん、いやもう買っちゃったもんだって、検索してって。もう今さら取り返しがつかないから。でもこれはもう前からね、あのちょっとこれいいなと思ってたから、俺の中でこれで決まりなんだよ。鎧を手に入れた。あ、背中のこれなんだ。あ、これあれだ、まだナンバー2らしいでしょ。あ、ここにもあんだ。ありがとう諸君、ありがとう。これここだ。ガンツでしょ、いいでしょ。でも好きなんでしょみんな、なんだかんで言って好きでしょ。正直これはでもいい買い物じゃない？和道らしいっていうかさ、チームメンバーにこんなやついたら嬉しくない？見た目だけだとしても、その熱が入ってる感が いいじゃん。 あいつちゃんとやる気だぞっていう。スケボーするやつ？ちょっと待って、じゃあ調べるよ。アマゾンでいいの？出てこないわ、検索したけど。リーダークラスはやっぱね、本気じゃないとね。いいだろう、いいだろう。背中がかっこいいんだよね。かっこよくない背中。ガチャガチャうるせえな。できてきたね、赤黒白、うん、ついにここまで来てしまったか。ロードレーサー用だもんだって。これさあ、鎧って調べてても日本で鎧なんか売ってないのよ。でコストパフォーマンスが最高に良くて、だからロードレーサー用よこれ。簡単に言ったらいいとこついてくるじゃん。正解だよ、これはロードレーサー用ですよ。正解。P90 だよ、俺のメインウェポンは。これは、ベレッタの PX4。
いいね。あとは面、お面が出たら、お面ができたらパッチ。いやいいじゃないか。いやこれだってその、それ用のアイテムじゃないもん。もうちょいゆったりさせた方がかっこいいか。そうそう、関節のところだけ保護してる。正解。勘がいいよ。しかもこれインナーね、そのバイクの人が乗るため。いやいいわ、正解だわ。こいつ何なんだよね頭おかしいやつ一人いるぞ、うん、ハロウィン終わったぜって。どんどん最高野郎になってくる。かっこよくない。でもこれは鮫島さんに褒められるでしょ。肩パッドが何よりもいいよ、うん、完成しつつあるな。いや鮫島さんは見た目に関しては好きなようにしろってほんとずっと言ってくれてて、ディスったりしないよ。鮫島さんは多分ディスんないと思うよ。え、聞いてみてよ。じゃあこれ和道のどう思う、あのボディースーツって。一応特殊部隊系では行きたいっていうのは伝えてあるから、鮫島さん把握してるし、何でも OK だよって言ってるから。そう、ジョーズのいいところは服装は自由な。のんちゃんどう見てダメ、本当はね、足も買おうと思ったんだけど、今回は、今月はこれくらいにしとこうと思って。え、超かっこよくない？超かっこいいでしょ。夜発光はしないかな。もう黒黒でいくか赤。赤でも目立つな、これ。的だな、ただの。ただの的だな俺、うん、ええやん、素敵やん。背中にジョーズは入れるね、うん、革パンとかの方、ジーパンはもう固定だね。下はジーパン固定。あ、このパンツでいくね、うん。目立つな。でも赤が入ってるとやっぱりあの俺の2つの赤い寄り目っていうのが映えるでしょ。赤い寄り目がいるぞっつって、警戒しろっつって。やっぱり敵から恐れられる存在じゃないといけないから目立つね、赤いよりめ。いや、ジーパンにはこだわりがあるんで。いや、よかったよかった。届いたわ。これは特別にスケさんに着せておくか。どう、鳥かごできる？
ケさんに着せたわ。スケさん無意味に最強になったけど、スケさんは装備が充実していくからね、どん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 。思ったより熱くなれた。いや届いて、いや、やっぱり、やっぱ俺最先端を言ってるから、最初は批判を受けるのね。俺の尖ったファッションセンスは。いや、ないわみたいになるけど、ないわって言われた方が後々、こう、あれ、ワド、ちょっと3周回ってかっこいいわ、みたいな。3周ぐらい回るとかっこよくなってくるから。いや、で、あのマスクつけたら超やばいやつでしょ。なんか、気違いがいるぞ、つって。あ、ゲーム？ゲームめちゃめちゃ面白かったっすよ。サバゲめちゃくちゃ面白かった。もうドアマリ。世の中にこんな面白いもんがあんのかって。もう正直ハンドガン買って大正解だし、ハンドガンもう一丁買おうかと思ってるぐらいだもん。のんちゃんどう？でかい？鳥かご。いや、もう最高だよ。今人生楽しくてしょうがない。ちょっとでかい？入りそう？ちょっと硬そうか、じゃあ。入れよう。作ってあげようか。ちょっと待ってて。耳鼻科行ってらっしゃい。どれ？どこができない？あー、そこね。ちょっと食べようか。
完全にくっつけたわ、これ。この部分。この部分はこうだった。ことはさ、これこうでしょ、多分。これでこうくっつけるわけでしょ。ってことは、これの向きがよくわかんないんだけど、これ。どうやってつけるって書いてある？内側に向けておいていいの、これは。それで、天板を、天板先って書いてあった。
へっ、こっちがつかないけど高さいっぱいにするから、これだっけ。おお、でかいじゃん。できたー。で、組む。これで終わり。やってんじゃん。結構でかいわ。魚より全然でかい。いいじゃん。ペコの方が豪邸だね。これさ、伸ばしてくんね。これ抜いてね。あ、いってらっしゃい。魚に比べてだいぶでかいね。魚が暴れます。入らなかったら笑うけど。釈迦の粉。おお、ぴったり。のんちゃんいい感じだよ。ぴったりだけど、ここは滑るね。気をつけないと。あ、手ではめるから。あ、いいじゃん。OK。ペコ入れる？いいじゃん。木の棒とかは？今別にこの釈迦と二人暮らしもできそうだけどね。気になったらこれやってみて。ちょっとこれ、あ、落ちちゃった。これ入らないか。そもそも無理だわ。これ入らないわ。いけるかもしれないから、ちょっとギリギリいけるか。ギリギリいけるわ。で、大丈夫だ。いけるね。いけるいける。大丈夫。ただちょっとコツがいるというか、ガシャンって結構いかないといけない。同じメーカーなのみたいな。飛ばないためにか、そういうことか。こういうことだ。こっち側に飛んでこないためにこうだ。跳ねてこないんだ。こうだ。こうだね。これだ。はいはいはい。で、こう。
差なのは、ペコの方がいい家だな。多分これが一番いいと思う。上がれますよ。で、そこの近く。長いな。ここしか付けらんないけど。それで行く。上の方に行く。飛べるように。あ、お腹が空いてる。なんだよ、なんだよ、つって。ここで餌取りやすくなると思うか。いいんじゃない？かな。どう？入れてみたら、と一緒だよ。これでも釈迦と一緒に住めそうだよね、慣れたら。かわいいね。どっちか寂しくなるとずっとそこにいるから、水も入れてあげれば、こっち側に入れてもいいし、もうならちゃんとのために。
ど。どうだペコ。ペコ用意してよ。スパイダーマンできるんだ。足足足。あ、鼻出てきた。慣れるでしょ、坂本、これで。さあ、完成。おお、すげえな。ペコが来た。ああ、120人、なんだ、すげえ増えてんな。何があった？なんか閲覧増えた。おー、ペコ引っ越し祝い、ハート花火ありがとう。ペコと釈迦が並んでる。あと布買おうね、うん、あのカーテン、うん、夜用カーテン、夜用っつうか、いや、ここの膜、うん、そのサイズ合わせればさ、うんうん、よかったねペコ、大好きな釈迦の隣で。釈迦可愛がってあげんだよ、うん、ペコと釈迦が隣同士になった。ああ、便所さんが終わったのか。お疲れ様でーす皆さん。うー、あ、買いました。いいねいいね、ペコよかったね、釈迦隣で、隣にいるねペコよかったね、うん、あ、会話してる会話してるよかったよかった。友達できたよ。釈迦がね、ペコのことあんま好きじゃないんだけど、ペコは釈迦大好きなの。よかったよかった。お母さん。お母さんはのんちゃんだよもう。完全に。まあ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 、だって餌くれって言わないじゃん。釈迦に対しては。あれ？タバコとかやった？俺。いやでも一段落だな、これで。タバコ、あったあった。餌もちょっと入れとこっか。餌も入れといていいよ、多分真似して食べると思うんだ。ペコと釈迦です。空気入れ替えるね。あれ？ペコどこ行った？ペコ上にいんのか。上だと絵面的に見えない。魚よりでかい家だからね。横幅もでかいし。葉っぱもある箱だからいいゲージだよ。ペコの方がいい家だ。わらの家も作ろう、買うの。わらの家、あー、そうだね、買ってあげないとね。あれはあそこに売ってたよ、あのなんだっけ、小島に売ってた。いろいろ慣れさせよう。うん、ていうか最近便所さん閲覧1000超えですごいよね。急に伸びたよね、ふわっちで。なんかバーがうまくいってるからだろうね、いろんな配信者との絡みが。おお、アメリカ人おはよう。
アメリカ人サバゲーやろうぜ。最高に面白いよ。まあ、やってたらわかると思うけども、人生で一番ハマってるかもしんない。コスチュームも届いたよ。もう俺フェイスマスクも自作してるぜ。アメリカ人どれが便所が強制わいせつしたって炎上してる。え？マジで言ってんの？誰に対して？ああ、女性問題ついに出てきたか。次回あるよ、もう決まってるよ。次回もう決まってるよ。もしあれだったら日付送るけど、あの鮫島さんに確認してもらいたいかもしれない。ユニフォームも買ったぜ。もう自作のマスクも作ってんだよ俺。マスクがまずこれね、自作の。まあ下の部分しかできてないんだけど、これ今乾燥させてっから。これが俺のマスクね。うん。上の部分ヘルメットタイプのも今作ってるけど、まずこれ、このお面を顎につけて。直接聞いた？オッケーオッケー。で、さらにだよ、俺の秘密兵器、今日届いたのがこれだよ。めちゃめちゃかっこいいよ。エヴァにはインスパイアされてるね。俺はもうエヴァンゲリオン大好きだから自然と似ちゃうんだよね。器用でしょ。でこれですよ。さっきかっこいいかっこいいって大評判だったボディースーツ。いや和道のセンスさすがだわってなってるから今。やべやべ、タバコが。これですよ、これですよ。どうよアメリカ人、惚れたろ。サブリーダーについてこうってなってるでしょ。寄り目部隊小隊長だからな俺。惚れたろ、寄り目部隊小隊長。いいね、いいでしょ。うんうん、ベレッタ使いのワードだよ。俺はこれで行くから、うん。まあ、ちょっとね、赤が目立つから的になりやすいっていう欠点はあるけどすぐ目立つっていう欠点があるけど、そこはご愛嬌でしょ。そう、あれあいつあそこにいるなっつって、的が動いたぞっつって、とりあえず赤を狙えるみたいな。そうそう、ベレッタの和道だからよろしく。うん、ファン増えたでしょこの服装で。和道惚れ直したわっつって、ファッションリーダーだからね。まあ多分ね、アメリカ人は便所さんのお気に入りだから、寄り目招待には入れないと思うけど、別部隊だと思うけど、多分ジョーズ USA っていうあれじゃん、小隊長にされるんじゃん、ゆくゆくは。うん、うん、いいですよ。いけるぜ。うん、いや打ちたくなるんだよ。今最も熱いジョーズだよ。次回からっていうか、まだ俺らが研修中って感じかな。
で、あの貸し切りのイベントだとみんなを呼ぶって感じかな。にゃんぴーらさん、ありがとう、風船、サンキュー。にゃんぴーらさん、ありがとう。結構高いところが好きなのかな。下に降りれっかな、これ。開けてみたら、一回出す練習してみたら。来た。じゃあ大丈夫かな。あ、そっかそっか。強制わいせつ流行ってるよね、最近ね。配信者はなんか強制わいせつするのが好きなのかな。みんな強制わいせつばっかりだ。何、どっからの垂れ込みなの。リスナーさんからクレームが来たの。私強制わいせつされましたって。今のトレンドなのかな。今日はスパーリングですよ、ドレさんとヒカルくんと。どういう風にしたら強くなれんのかな。ファイトスタイルどうすればいいんだろう。背が低いからさ、ひたすら体力を上げていくしかないのかな、やっぱり。どうし、え？なんか格闘技アドバイス欲しいですね。考える時間を動く時間に変える。考えるのはある程度できるようになってから。あ、もうひたすら動くって感じですか。ひたすら動く。あ、じゃあ今日それテーマにやってみます。レンドさん、ありがとうございます。考えないで動く、動く。今日はあのヒカルくんとやるんですよ。テルチャンピンとパルパルとって集まるんで、あのヒカルくんの枠でやると思うんで、ちょっとそれテーマにやってみます。考えないで動くっていうの。考えずに動く。考えるのはある程度できるようになったから、もうひたすらじゃあ動きまくろう今日は、うん、前回のテーマは攻めるっていうのがテーマで、そのなんか相手の距離で戦わないためにもうひたすら潰すっていうのがテーマでやったんですよ。でそしたら結構リスナーさんもなんかパンチとかダメだったけどがむしゃらさが良かったよって言ってもらえて、意外と好評でしたね。これがそれなんですけど、なんか前より良くなってるよって言われて。お願いします。これが1週間前ですね。いやお前、俺も行くぞ。いいのかお前。いや怖い。泣きながら帰るんだよ。
抜くっていうかスピード出していいから、はい、ポンって何ていうの、はい、当てる、何ていうんだろう、違う走らせるっていうの。和道くんがそのつもりなら僕は違うんですよ、わかんないですよ。捨て頃だけどれぐらいだってそんなに分かんないっていうより数字ないの、お前が来ただけで返すと距離潰して泥試合に持ってこうと思って、あの僕の警告が聞こえなかったから、免除さんにまた教わりたいっすね。今日も録画してくるんで。いやこれ動画ね。あかりさんありがとう。今日やるよまた。まあこんな感じでしたね。でこれが1週間前の動画かな。いや、あ、ベンジョさん来んの？あ、よかったよかった。了解でーす。あ、ベンジョさん来るんだ。あ、知らなかった。了解っす。楽しみにしてます。またしごいてください。ベンジョさん、しごいてください。よろしくお願いします。楽しみにしてます。あ、よかった。ベンジョさんにインファイト教わろう、また。あ、よかった。豪華だね今日。のんちゃんも見学来ていいって言われてるよ、のんちゃんだけは、うん、行く、うん、行こうか。じゃあ一番強いあの彼女連れてきます。ゆうゆう来ない、え、ゆうゆう来ない、あの辰彦も来ないから、うん、え、くもんりゅうも来んの、へえ、くもんりゅうとはまだ一回も手合わせしたことないね。もしかしたらやるかもね。人数多いからどうなるかわかんないけど、俺は多分ね、みやびくんがやりたいって言ってたから、みやびくんとやると思う。モンリウムくんだ。じゃあ結構捨て頃メンバー勢ぞろいって感じか。新人も含めて出そうな人大丈夫かな。頑張んないと捨て頃出らんねえかな。新人に枠取られるぞ。このままだと新人に枠取られて俺も出れなくなっちゃうからね。頑張んないと。俺は出るよ。悪いけど前回負けたけど、前回の悔しい思いね、今回こそメダル取るよ俺は。絶対今回負けない。ドルさんに負けるのは頑張ります、なるほど。考える時間をなくして動くか。
極意だな。思いっきり行こう。光くんが今回ステコロ出ないのかな。ねえ、光くんがいないと寂しいよね。因縁がないとやらないんだろうな。セブンさんもね、いなくなっちゃったし。グノコッチョいらっしゃい。お疲れっす。来てくれてありがとう。ご飯何食べるの、んちゃん。どうしようか。どっか食べ行く？うん。ぶらっと散歩しながら。100人にいてコメントビタ止まりって何？気まずいわ。210人が俺のことガン見してるってどういうことだよ。何も出てこねえぞ。飯の支度かな。昼休憩だもんね、これから。じーっと見つめられてる。ロム勢200人オーバーってすごいでしょ。ニコ生もこんな感じだったかな。アクティブ3だけど、炎上するとドバッと人が増えるみたい。ニコ生やってるよ。おはよう丸さん、バガーありがとう。アイテムありがとうございます。頑張ります。眠いな。もう一回寝ないとな。あと体重も測りてえな、そろそろ。便所さんと約束して65キロから70キロの幅に落とせって言われてるから減量してるんだよね。多分もう70になってると思うんだけど、俺の予想。もう70は切ってるはず。12月までどこまで絞れるかな。葵さんいらっしゃい。楽しんでてください。面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。葵さん、多分だけど、初見じゃないと思うけど。サムネ何回も見たことあるし。おい、お疲れ、そうそう。今日ね、あれなんだ、スパーリングなんだ。うん。だからちょっと、自爆ができないから、その分やっぱり配信やらないとと思ってて。
最近イベントとか企画とか多くて受枠が全然できてないんだよね。それでやろうと思って稼がなきゃ。最近夜ばっかりだからね、昼間も増やさないとリスナーさんがいなくなっちゃう。メガホンありがとう、クズさんメガホンありがとうございます。アイテムありがとう、謎のロシアのハーフまた来てくれるといいね。さっきね、ベンドさんの枠で爆投げしてたよ。もうね、そう、ドレさんを潰してくれっつって、今度はベンドさんに花火爆投げしてたね。もう笑ったよ、本当に。そう、全方位だよ、全方位。また来てくれるかね、どうだろうね。まあほら、配信ってさ、そう、流れってあるじゃん。よくわかんないから金で囲ってたね。いや本当に切れてんでしょ。ガチハーフだったからね、うん、笑うよね本当に、うんうん、強くないやん。誰がどれさん、ドレさん別に弱いと思わないけどな。俺は54歳ですごい身体能力だと思うけど、なんか俺は54であの動きは結構すごいと思うけど、まあもっとすごい人がいるし、プロはもっとすごいのはわかるけど、素人にしてはすごくない？微妙。天狗になりすぎです。いや俺もドレさんに怒ったんだよ。ちょっとなんかその今日のトレーニングなんかあるじゃんで連絡来なかったの。俺はみやびくんからその誘われてたから、ただドレさんから誘われない限りその本人企画者じゃないから勝手に顔出してお前呼んでねえよって言われたら困っちゃうから、本人から誘われたら行きますよっていうのは言ってたの。ドレさんから直接誘われたら行くって言ってたんだけど、なんかいきなりメールが来て、なんか他になんか呼ぶんじゃねえぞみたいな。で、なんか拡散しとけみたいなこと言われて、何の話っつって。いきなりなんか拡散しろっていうことと、なんか他のなんか邪魔な仮想生主呼ぶんじゃねえぞみたいなこと言われたから、いやいや何の話っつって。いや格闘技っつって。いやいやちゃんと誘ってよっつって。まず誘って出るか出ないか。決まってからでしょっていう話をして、あ、まあ行くけどっつって、
なんでいきなり命令口調でさ、まず正式なオファーもしてないもんにさ、俺怒られないといけないんだよって、いきなり怒られたかんね。みーちゃんさん、バーガープレゼントありがとうございます。天狗になりすぎっつうか、それは違うでしょ、 いくら後輩でもなんでも、みんなさ、配信者出る出ないっていうのは都合があるわけだから、まあ、出る前提なのはいいんだけど、別になんでいきなり俺怒られたんだろう。いや、リスナーが出たいって言ってたからっていやいやいや、それハトの可能性もあるでしょって、ポンプかもしんないんだから、もう何年やってんのよって。さすがにびっくりしたけど、それは。クソカスカウスさんへのヘアカラーはどうみたいになった。へえ。いや、でもなんか俺のことをイメージするとかないと思うよ。カオスは結構自分持ってるから。カオスかっこいいんだよな、本当にイケメンで絵になるんだよね。絵面がいいんだよね、すげえ、うん、カオス主人公で映画撮りたいぐらいだもん。外人の血が入ってんのかな。カオスの喋り方もなんかいいよね、雰囲気がある、俳優みたいだ本当に。羨ましいよね。仕事辞めたから自由な感じでファッション楽しんでるんでしょ。カオスアンダーグラウンド系の話させたら面白いよね。ペコ、ペコおいで。何ピッピピッピ。楽しいの。坂隣にいるから。よかったね、ペコ。のんちゃんが寂しがってるよ。ベッドにいたもんね、ずっとね。のんちゃんがお母さん見る目だから。ユニットバスも買ってあげないとね。もう、プルプルやってるから水入りたいんだよ、これ多分。うん、坂とペコの。釈迦がな、毎日走ってはないですね、まだ。ただ減量はしてます。だいぶお腹減ったよ。1ヶ月前からその便所さんとの約束守るために、あの体重落とせって言われてたの。選手選びづらいから、もし出るんだったらそれが最低条件捨て頃で、もしそれ頑張ったら考えるよって言われてたので、あ、約束守りますって言って、で減量したのが、これが多分、何日だろう。18日だから、何日前 ?20 日前ぐらいか。20日前ぐらいの、だいぶ腹出てたんだけど、そろそろ絞んねえとと思って。どれくらいかな。こんな感じの腹だったんだよ、まあ。これが20日前。腹出てんのあるかな。まあ、こんな感じの腹だったのね。すごいでしょぼっこりでしょ。でもだいぶ絞ったよ。こんな感じだったけど、顔もだいぶ痩せてきたし。ないね、腹が出てるの。こんな感じの腹。でももうジムも通って走り込むよ。あれ、お腹出てんのどこだっけな。
こんな腹だったのね、もともとが。だけど今がっつり減ったよ、ほら。ないでしょ、乗っかってないでしょ。まずだいぶあばらも見えてきたね、こっち側。うん、絞ったね。ちょっと皮が余ってんだよね、急激に痩せたから。乗っかってた腹はなくなったよ。だいぶ頑張ってきた。なんか体は軽くなったよ、だいぶ。あった、腹あった。腹ね、20日前がこんな感じだ。腹こんな感じすごいでしょ、うん、20日前こんな感じの腹、やばくない？すごいでしょ。お腹フォローありがとう。ほら、これが20日前の腹。パンパンだね。これデブだよな。これが20日前。痩せたでしょ ?20 日間炭水化物一切取ってない。妊婦みたいなもんだよ。ほら。やばいでしょ?これなんかすげえな。自分で引くわ。すげえな。こんなだったんだ、俺。これが、だいぶ痩せたよ、今。だってリスナーさんがだってびっくりしてるもん。いやマジで痩せたねっつって。今だから、ほら、平らになった。平らだよね。まあまだ太ってるけど、全然そのなんつうの、お腹が乗ってない、まずここに、うんうん、だいぶ痩せたね。うん、まだまだ絞れるから、65までなんとかね、絞っていこうと思ってるけど、だいぶ痩せたね。今こんな感じかな?その、減量具合は。まだまだ絞れる。多分生頃本番まではかなりシュッとすると思うよ。だいぶシュッとするでしょ。
腹減ったな。何食べるのんちゃん。チキンナゲット。なんかあるかな。サラダ。あーそっか、激ゴミだ。コンビニも多分激ゴミだよ、うん、大変だよ。タバコはね、吸い続けます。僕はあのタバコはやめないっす、正直。それはもうポリスなんで、僕のポリスです。吸います。全力で吸います。大好きです。愛煙家です。愛煙家。トツさんおはよう。仕事休みだ。いいね。お疲れっす。おはようございます。いいっすね。どうも起きる時間が遅くなると遅刻するまあ俺もね、配信バラバラだからね。バラバラだからね。ところで整理券もらってたけど、あの時買ったの。いや、実はね、のんちゃんと言ったんだけど、のんちゃんは2000円買ったんだっけ。で、俺は負けた。あの、打てなくて、結局、あの、絆が。で、3の寝台
要は新しく大導入した3打ったんだけど、クソ大だったわ。あ、魚介系が好きっすね。魚介豚骨が大好きですね、アトムさん。全然面白くなかった。あの、バジリスク3。絆の方が全然面白い。クソ大だったわ。でもなんか、すげえ負けたけど、隣の台の高設定台拾っていなくなったから、それで回収したかな。絆の方が面白いね。負け負け。でもすごかったよ、もう。300人ぐらい並んでた。まあ、整理券取った人は150人ぐらいしかいなかったけど、整理券が取れなかったらもうみんな移動しちゃうんだね。他の店行くんでしょ。まあ少し回収できてよかった。でもあんま3、バジリスク3は面白い台じゃなかった。絆が打ちたかった。ねえ、スロット配信できたらいいんだけどね。今どこもダメだかんな。おい、花火ありがとう。ヒカルくんの枠でやるんで。ツイキャスかフワッチかはわかんないんですけど、夜9時からヒカルくんの枠なんで。ありがとう、そうそう。いってらっしゃい。ねえ、祝年のせいでね、バカバカしいよね。許可取ってるっつうの。店が許可出してて、なんでダメなんだろうね。もったいないよね。普通に配信で見てた分、見る分には面白いと思う。ね。まあ俺もあれだわ、12時になったらご飯食べ行くわ、のんちゃんと。だから12時ぐらいで終わりにするね。あと3分で、あ、もう30分やろうかな。どうしよう。もう30分やろうか。あ、33分で終わりにするわ。ねえ。楽しい方が面白いのにね。おお、ありがとう。招き猫ありがとう。トツさんいつもありがとう。頑張ります。今日スパーリング見に来てよ、みんな。ヒカルくんの枠の。盛り上げるからさ。怪我しないように気をつけるけど。ねえ、見に来て。応援して。なんか、アンチコメントばっかりになるからさ、俺の時。ワード頑張れとか、ワード応援してるぞってみんな書いてね。うん。そう。ワードリスナーが書いてくんないと誰も俺のこと擁護してくんない。ただの嫌われ者ってどんどん広まっちゃうからさ。うん、ワード頑張れって書いてよ。いつもコメント欄見ると帰れ帰れ帰れって気分悪いよ、本当に。なんで帰れって言われないといけないんだな。何にもしてないのに。なんか会話してるね、シャガトベコ。仲良し？仲良しなんだよ。スパーリング楽しいよね、見ててね。ペコこっち来ればこっち。ペコ下降りておいで。上がいいの？下、シャカと隣り合わせになる。下にしたんだよ、ペコ。嫌なの？好き好きってやってたのに。鮫島さんのところでも、ドレさんのところでも、和道さんいるときはコメントできるようになった。あ、本当に？すげえ嬉しいわ。チラって覗いたときにね、トトのコメントあるとすげえ和むよ。そう。ヘイトが多い分ね、頑張れってコメントあるとすげえ嬉しいんだわ。
お、降りてきたペコ。水飲むの？ペコ。ペコどうすんだろう。下に降りたね。うん。そう、敵が多い分ね、やっぱ味方のコメントはめちゃめちゃ嬉しい。つまんで遊んでんのか。泡玉で遊ぶの。お、登れた。いいね。仲良しだな。ペコヒナなのにでけえな、やっぱ。釈迦と同じくらいの大きさあるよ。あ、でかいよ。やっぱでかいね、ペコ。うん？ペコ？ペコはだからほら、冬に強い品種だから調べてごらん。シナモン文鳥で。シルバーとシナモン、あの強いよ。のんちゃんも映ってるね。ちょっとホラーになってるけど、怖いけど。うん。家族全員集合、そうそうそう。今日体調いいといいけどな。コンディション上げてバッチバチに行きたいね今日は。不動堂先輩ありがとう。大事なのはフォーム、間合い、タイミング、これだけ。フォームはシャドウ、前はサンドバッグ、タイミングはスパで覚える。はあ、なるほど。フォーム、まあまあどれもそうっすよね。もうこっから動かさないことっすよね。ジムまだ通ってない。通う通う、でもこっからだよね。これがあるとね、ジャブが打てないんだよね。ピーカブーが一番いい。ごめんごめん。ごめんよ。ごめんごめん。驚いちゃった。捨て頃第1回の時は金映えと光はこの3つを練習した。ああ、なるほど、なるほど。やっぱサンドバッグ叩かないとダメだよな。楽しいよやっぱり。怖いけど、うん、上手い人とやるのは面白い。何食おうかな。ミュウツーのビビリ用にさらに受けた。あれはちょっとひどかったよな、ミュウツーはな。あれはちょっとないわって感じだよね、見てる方も。もうちょいなんとかなんねえのかみたいなね。ちょっとちょっとみたいな。もうちょい頑張れよっていうか、へっぴり腰だったもんね、完全な。シャドウはいいんだけど、スパーリング崩れるような。やっぱね、本番怖いからね。
そう、シャドウとかは結構綺麗に打ててるよって、前よりだいぶ良くなったよって言われるんだけど、ガード下がるし、うん。やっぱ実戦だと全然ダメだったよね。捨て子の時にひどかったもん。もうこんなになってたもんね。猫パンチにも程があるっていうぐらいひどかったもんね。実戦で使えないってことは体に染み込んでないんだろうな、多分な。もっと、ちゃんとやんないと。実戦で結果出なかったら練習なんか意味ねえかんな、本当に。しっかりしろよって感じだよね。そうだね、もっと打ち込んでいかないとね。まあ今日は、さっき、便所さんからアドバイスもらった考える前に、もうひたすら体を動かす。ね、慣れてきたら考えながらできるようになるからって。それまでは動きまくれって。今日、便所さんいるからアドバイスもらいながらやろうと思ってるね。でもまあ、この前のミュウツーの件に関しては、便所さんがツイートしてくれてて、それが全てだと思うよ、本当に。このツイートが、便所さん経験者じゃん。だからここに全て集約されてると思ってて。今のミュウツーにワドウを倒す実力はない。ワドウが勝ったらつまらない。ハルウララのようにワドウには簡単に勝ってほしくない。この最後の方よくわかんないけど。こっから先はよくわかんないけど。勝てるってことじゃん。俺の方が。だから、それが、なんつうんだろう。俺の中ではさ、やりたくなかった理由なんだよ。弱いやつやっても意味がないって。いや、意識の問題だね。もう、正直言うとポンタさんね、ガードは、慣れてるから、もちろん、疲れていくと下がるけど、でもね、もっと根本的な問題は俺の場合は。要は、ダメなん、ダメなんだよね。うん。あれは素人から見てもどう考えても負けないんだよ。あれで勝てるって言ってるのはミュウツーだけなんだよ、本当に。うん。うん。階級ってないのですか？捨て頃にはないね、階級は。インコじゃなくてね、文鳥っていうんだ。スズメみたいな。おい、おいで。眠くなったんだろう、ペコは。ペコ眠そう。そっか、ひなだかんな。やっぱり巣で寝る習性つけないと。一応今回体重合わせてくるらしいけど。文鳥ですね、文鳥。文章の文に鳥って書いて文鳥だね。あ、俺とドレさんだって体重全然違うしね。文鳥かわいいよ。かわいいよ。人懐っこいし、すごいかわいいよ。便所さんはもっとワドウに強くなってもらいたいんだとあのツイート見て思った。いや、強くなんないとって思ってるよ。一番弱えんだもん。正直だってね、みんなも強くなるところは見てみたいじゃん。どこまで強くなるのか、前回とどれくらい違う戦いするのかとかさ。いや、強くなりたいっすね。いや、今日も絞ってもらうよ、本当に。ガンガン攻めるよ、今日は。あ、もちろん怪我しないようにはやるけどね。怪我したら元も子もないじゃん。嫌な思いするし。でもそこは本気でいくよね。ありがとう、頑張ります。応援してくれる人がいるからそうやって頑張ろうと思う。
サメ島に何言われても負けるのよ。いや、サメ島さん戦わないわ、俺。サメ島さんとは戦わない。敵じゃない、敵じゃない。うん。暇が潰せない。そっか。頑張ります。もっと配信増やすね。ごめんね。あとね、動画で楽しむこともできるからね、うん、ちょっと眠くなってきたからさ、寝るわ。ちょっと今日10時間以上配信やってるし、みんないつもありがとね。じゃあそんじゃ皆さん、今日の夜9時ヒカルくんのツイキャスかフワッチかわかんないですけど、夜の9時ヒカルくんの枠で会いましょう。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。